皆さんこんばんは。横浜発ようこそ日本へ。毎週金曜日夜8時からのポッドキャストは、横浜で行われるイベントを中心に神奈川県内のイベントをご紹介しています。案内役は横浜観光応援団のお母さんです。さて、横浜の冬の風物詩イルミネーションの季節がやってきました。今年は横浜都心臨海部を中心にかつてない規模でのイルミネーションが行われます。夜の横浜を舞台に光と音楽を融合させたダイナミックで幻想的なイルミネーションがお楽しみいただけます。早速先陣を切って、今夜11月1日から横浜を代表する商店街でイルミネーションが点灯され、夜の横浜を美しく彩ります。先日横浜ミライトの先行点灯が始まっていたグランモール公園に行ってきましたので、今夜はその映像をご覧いただきながら横浜のイルミネーションイベントを紹介していきたいと思います。横浜ミライトは横浜駅東口から臨海エリアまで約 1.5km をつなぐライトアップイベントです。横浜美術館前に広がるグランモール公園ではライトアップがすでに始まっています。本格的なライトアップがスタートするのは11月9日土曜日からです。開催期間は来年2025年の2月9日日曜日までです。点灯時間は夕方4時から23時まで。開催場所はもう一度ご覧いただきましょうか。横浜駅東口からグランモール公園を中心としたみなとみらいエリア約 1.5km です。さあ、続いてはパシフィコ横浜ウィンターイルミネーション2024のご紹介です。こちらは今夜からスタートして来年の3月2日まで点灯されます。パシフィコ横浜ウィンターイルミネーション2024、点灯期間は今夜11月1日金曜日から来年の3月2日日曜日までです。点灯時間は夕方5時から24時まで。点灯場所はパシフィコ横浜周辺クイーンモール橋から国立大ホール横の大階段、そして深里桟橋です。最寄り駅はみなとみらい駅出口5から徒歩5分でクイーンモール橋まで行くことができます。今年は期間が4ヶ月間に延長されました。海に続く幻想的なイルミネーションをお楽しみください。さて、去年も大好評だった夜の夜は12月5日より開催されます。とてつもない大きさのクジラが泳ぐプロジェクトマッピング、今年はバージョンアップして親子のクジラが大桟橋屋上、通称クジラの背中に現れます。大桟橋から望む横浜臨海部の夜景とともにお楽しみください。夜の夜は12月5日木曜日から12月30日月曜日までです。点灯時間は5時から9時5分まで。開催場所は横浜都心臨海部横浜港大桟橋国際客船ターミナル山下公園などです。そして横浜の臨海部全体が光と音で躍動する5分間のスペクタクルショーハイライトオブ横浜は、このクジラの背中からの鑑賞がおすすめです。ハイライトオブ横浜は同じく
12月5日木曜日から30日月曜日まで。点灯時間は夕方5時から9時5分まで。30分ごとに5分間行われます。どうぞお見逃しなく。さて、山下公園ではスタートゥリー、星の木をテーマにデジタルアートが楽しめます。光の中に自分がいる感覚は何とも言えない不思議な感じがするものです。非日常の感覚を楽しむために12月はぜひ横浜にお越しください。各イベントの詳細、変更点などは概要欄の URL をご覧ください。今夜のポッドキャストはここまでです。最後までお付き合いいただきありがとうございました。ではまた次回お会いしましょう。あなたにとって明日も良い日でありますように。